たくさんの夢、たくさんの希望、お腹いっぱいに頬張って、てれれれれてててれれれて。やっぱ歌って難しいね。はい、ということで、ともみさん、こんばんは、くんゆうです。こんにちはかな。今日はですね、もう声優界のマザーオブカヤノンこと、かやのあいさんについてちょっとね、喋りたいと思うんですよ。もうタイトルにもしてると思うんだけども、かやのあいさんという声優はですね、もう本当に、おそらく俺の中で、声優界でもナンバーワンの出演集を誇っているんじゃないかと。噛んでねえぞ。出演数を誇っているんじゃないかと俺は思うんですよね。まあ、当然年によってね、仕事のその幅はあると思うけど、平均して、もう毎年主役級の役をかっさらっていると。もうそれだけ役の幅も広ければ、演技力もあれば、やっぱりその人柄っていうのはあると思うんですよ。で、さらにイベントでね、こうどう人が呼べたいだとか、歌も歌えたいだとかね、そういう色々があると思うんだけども、なんか本当にね、声優界のお母さんって言っちゃ、ちょっとあれだけど、本当に、その、ちょっと前からですね、やっぱりその、母性という、なんか滲み出てますよね。なんかこう、年上のお姉さんっぽいんだけども、なんか包容力がすごいあるのよ。っていうことがね、今話したいわけ。なんで、まあ、今頃こんな話するかって言ってね、まあ、いろいろこう、俺もかやのあいさんを、ね、いろいろこう役見てきて、で、やっぱりこう好き好きって結構言ってて、で、さらにサイカノを見た理由が、サイカノってもう思い切り出しちゃってるけど、そう、サイカノめっちゃ好きじゃん俺ね。まあ後ろにも貼ってあるし、まあ隠すことじゃないから。で、その見た理由が、かやのあいさんが出てたからっていう、ほんと単純にそれだけだったんですよ。で、それで見たら、めちゃめちゃそのアニメにハマっちゃって、でね、今でもこう、俺の中で語れるぐらい、今好きになってんだけど、まあやっぱりこう、自分で、アニメの本数とか、ゲームの本数、映画の本数とか数えないわけですよ。で、世の中便利なことで、ウィキペディアってもあるのね。ウィキペディアを見て、今日ね、計算してきました。もうちょっといやらしいかもしれないけど、計算してまいりました。これね、気になってる人もいると思うんですけども、2018年、現段階で、もうアニメに関してはですね、12作品出演しております。マジかよ。まださ、ね、まあ、確かにたくさんアニメ今やってるけど、この時期でね、12作品って、やばいよ、数。だってもう、今で12ってことは、40ぐらいになるじゃん、下手したら。ね、40は言い過ぎか、30を超えるんじゃない?今年。それすごいぞ。ちょっと異常な数ですね、本当にね。そしてですね、次映画なんですけども、映画はもうすでに4作品出演しておるそうです。いやー、どう思いますか?アニメ12作品、映画4作品、そしてですね、次、ゲーム。まあ、これも2018年で、まあすでにこう、タイトルが出てたりだとか、発売が決まってたり、まあこう、公に出てるものに関してなんだけども、2018年、現段階で7作品。7作品。だから、合計で、12足す4で18でしょ?違うか。16だ、16。16で、16足す7で、23か。23作品もこの段階で。やばいっすよね。いや、ほんとになんか、すごいよね。ほんとにそれこそ声優界のお母さんでも。マザーオブカヤノン。マザーオブカヤノン。もうなんだろう、マザーオブカヤノンって。今動画撮り出してからね、不意に思いついた言葉なんだけども、で、そう、かやのあいさんといえばやっぱり、こう、なんだろう、俺、かやのあいさんって言ったら、連想する、ついの声優さんがね、松岡禎丞なんですよね。なんだろうね、この感じ。いや、でも昔から、こう、いろんな作品で一緒に共演してきてて、いろんな、こう、面白い絡みをやっぱ二人でやってきてくれた、だし、ラジオとかもね、めちゃくちゃ面白いんですよね。まあ、それこそノーゲームのライフとかだけど、そう、本当に、あげればキリがないほど役をやっているんですけども、今日はですね、ロリボというか可愛い系の幼きキャラ的な、ちょっと今日滑舌が悪いね。許してくれ。珍しく俺が半袖で撮ってるぐらい、しかも、お昼間なんですよ、今。ちょうどお昼間なんで、暑い。もう、ツイッター見てる人わかると思うけど、エアコン、このね、ちょうど上にね、この辺の上にね、エアコンがあるんだけど、買ってまだ半年。半年でね、壊れてるんですよ。ちょっと、どう思うっていう話はまあいらん。かやのの話だからね、今日はね。で、まあ、皆様ご存知の通り、ラストピリオド、俺がこう、かねね、もう何年かやってるアプリなんだけども、そのアプリに、
イオナちゃんっていう、もう俺が多分、ラスピリのね、こうアプリを一番最初にやった時って、イオナちゃんを全面に押してたんですよ。イオナちゃん、かやの、声優さんかやの愛さんだぜ、イエーイみたいな。めちゃめちゃ可愛いぜ、イエーイみたいな。そんな感じでやってたと思うんだけども、なんとですね、アニメが始まりまして、でさらに今2周年記念イベント、そう2周年記念イベント、ちょっと画面出そうか。はい、もうタイトル画面もね、こんな変わってほしい。ちょっと録画できるかな。 OKOKOK 録画できる。タイトル画面もこんなね、もう俺最初見た時にね、まあ、あの太もも、リーザちゃんの太ももに目がいっちゃいましたけども、はい、現在2周年イベントがもうバーッと出ております。でこれが基本的に5月30日、5月末までなので、まああのね、ちょっとね、早くみんなに知らせたくてって言っても、もうあれちょっと2週間ぐらいしかないけど、あのね、もうこれ本当にみんなやった方がいい。で、あのね、忘れがちなのが、1日1回限定の、ね、まあ、クエストだったり、ガチャだったりとかあるんだけど、それは絶対やった方がいいと思う。で、当然ですね、イベントが、まあ、ガチャのイベント来てるんですけども、ちょっとね、申し訳ない。俺もう引いてしまっておりました。はい。あの、来た時にもう、引いちゃった。何がすごいって、イオナちゃんが出るの。やばくない？これ、マジ革命的だよ。革命的シンドロームで、まさに。イオナちゃんが、使えるんですよ、自分のキャラとして。これはもうやばいと思って回しまくりました。そうしたらね、出たんですよ。そのシーン撮っとけよクンヒロって感じだけどね。はい。でさらに言うと、モノクロベアーズ、白クマ黒クマっていうキャラクターいるじゃん。でそのキャラたちがモノクロベアーズ、これね、モノクロベアーズとして合体して登場するの。まあ、2人のキャラ合わせてちょっとアイドル的な感じの見た目になってるんだけど、それもね出しました。ちょっとまあなんでかっていうとね、俺アニマルレルムめっちゃ使ってるんですよ。そう、まあレルムとかの話するとゲーム内のこと詳しくないと分かんないかもしれないから、ちょっと割愛か軽く言うけど、まあ国みたいなね、一つの国みたいなで、そこに俺は所属しているので、そうすると恩恵がいろいろあるわけですよ。で出た、出さなきゃいけないと、もう使命だから。イオナちゃんも使命だけど、モノクベアズも使命だったんですよね。で俺がなぜ今日このかやの愛さんとイオナちゃんを掛け合わせてたか、そうです、さっきも言ったと思うんだけども、イオナちゃんの声優さんは、かやのアイさんなんですよね。だから、ラスピルのアニメでも、まあ、一回出なかったかな？でも、毎回出てるぐらい。もう、それぐらいのキャラクターで、しかも、めちゃくちゃ面白いこと言うんですよ。アニメなのに、日本のお金の円が出てくるのね。うん。要は、アニメの中でガチャを回すんだけども、円があれば、簡単に引けるよ、みたいなね。そういうことを言っちゃうキャラなんですよね。まあでもそういう設定にしたのは、おそらくラストピリオドを作っている悪い大人の人たちだと思うんだけどね。悪くはないか、まあハッピーな会社の方ですね。はい。でもうちょっと出しちゃってて、ガチャ引かねえのかよって感じなんだけども、これです。じゃん、モノクロベアちゃん、めっちゃ可愛いでしょ、このデザイン。あのね、ラストピリオドアニメだけ見てる人はアプリぜひ見てください。もうね、グッとくる。男ならグッとくる何か。女の子でもグッとくる、そのキューティーな、なんかキューティクルなものが感じられると思うんで。でね、このもうキャラ可愛いし、強いのね。総合的に評価するとめちゃめちゃ強いというか、使いやすい。で、俺はもう、15凸って言ってね、覚醒なんだけども、して、能力解放も結構頑張ってます。俺、能力解放ってやつは全然知らなくて、これ能力解放っていうのは、まあ、そのキャラの、能力を底上げするみたいな。なんかさらにグレードアップさせるみたいなね。そういうボードなんだけども。これもね、頑張って最近やってます。で、次これですよ、もう。イオナちゃん、もう、大画面、どう大画面で。じゃん、うわぁ、これは、もう最高でしょ。本当に好き、イオナちゃん。あのね、アニメではここまで出てはないと思うんだけども。いやぁ、いいね。で、さらに、そう。このさ、イオナちゃんの左目にいるこのメルディアっていうキャラクターなんですけども、このキャラクターがなんと、これも声優さん関連なんだけども、俺ね、声聞いた時になんか聞いたことあるなってアニメでね思って、そうしたらアヤネルだった。もうね、その回はたまらんかったね。毎パート絶対に一人超有、まあ、人気声優、今をときめく人気声優の方を一人抜選し選んでると思うんだけども、その中にね、アヤネルが出てきて、ちょっと嬉しかったです。普通に嬉しかったです。ちょっと今日俺トーク下手だね。ちょっと待って。ちょっと今日俺トーク下手じゃない？ピント合ってる。大丈夫、ピント合ってる。トークが下手だな。まあ、そういう時もあるよ。そういう時もある。で、このイオナちゃん、ちょっと変わっていて、ね、やっぱ特別なキャラなんだなって思うとこがあって、さっきアニマルレルムだとかそういう所属を言ったじゃん。ほ
これアンノーンっていう、まあ要はアンノーンって未知数みたいな感じじゃん、英語で訳すと。そうだったっけ？そうだよ、そうだよね、そんな感じだよね。でこのキャラクターは特別な覚醒のそのアイテムがないとできないの。だから俺まだ1個持ってないから1もあげれてないんだけども、まあ可愛いことこれはあのね、ちょっと必殺技みたい。必殺技こうやってヨナちゃんがランダムでこのコールするみたいなね。でそうしたらいろんなキャラたちが出てきたりとか、まあ自分で攻撃したりとかするんだけども、これがねすごい、なんだろう、まあ某作品に言うとパルプンテみたいな指を振るみたいな、そういう感じだね。でこのね攻撃文字も可愛いんですね。うん、これいいよね。やっぱイオナちゃんだわ。イオナちゃん正義っすわ。もう俺さ、ずっとレム、ずっと自分のリーダーはレムにしてたんですけども、ついにイオナちゃんにしてしまいました。レムもすごい魅力的なんだけど、やっぱりこのね、ラスピリ固有のキャラクターっていうところも大きくて、まあ、最初に惚れた女っていうのもあるよね。はい。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ね、今日はですね、まあ茅野愛さんの話と、でその俺の大好きな茅野愛さんが出てるね、この作品ラストピリオドで、さらにそのラストピリオドはアプリもあって、でそのアプリに今イオナちゃんってキャラがね限定で出るということで、ぜひみんなに弾いてほしいということでよろしくお願いします。ぜひね、ダウンロードしてない方、プレイしてない方、今ダウンロードしてるけどしばらく言ってないなって人、ぜひプレイしてみてください。でここで終わってしまったらちょっとクンヒロね、なんか物足りないから、まあ動画出すってことで景気づけにね、10連いきましょうか。10連ね、さあ来いよ。あ、これタップしてね。そう、ここでも一応声聞けるんだけども、アニューの方がやっぱいっぱい喋るからね。でこれでイオナちゃんがブインブインブインってなれば星5確定なんですよ。頼むぞ、星1はいらないからな。いけ。あー、まあまあまあ、これはしゃあないです。普通のエースです。はい、この赤い光は星4なんだよね。はい。おい、ちょっと待って。まさかの、同じガチャで、同じキャラ出すか。ある意味すごいよね、この引きはね。またイオナに会いに行きます。では、次回もよろしく、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。